藤原道長は政治だけでなく恋愛でも才能を発揮し、多くの女性との間に影響力ある子孫を残しました。これにより藤原家の権力をさらに固めることができました。彼は当時としては珍しいほどの豪華な生活を送り、特に彼の邸宅は平安京で最も壮大な建築物の一つでした。道長は文化と芸術の大いなる支援者であり、彼の時代には平安文化が花開いたとされます。深い宗教的信仰を持ち、特に伊勢神宮に対しては幾度も参拝を行い、その信仰心は熱いものでした。彼は巧みな政治的策略で敵を出し抜き、摂政関白としての地位を確立しました。